ハヤトの野望チャンネルへようこそ。はい、というわけで今回もね、続きからファウンダーズフォーチュンやっていくと言いたいところなんですが、前回ですね、僕が襲った商人たちに復讐され町をほぼね滅ぼされてしまったんで、今回改めてね、今までの知識をもとに初めからやり直していきたいと思います。今度こそ最高の集落作っていきましょう。はい、というわけでゲーム始まりました。今回はこの2人で始めていきます。最初にね、名前ちょっと変えていきましょう。1人目の女の子はどうやら職人レベル3っていうことなんで、職人っぽい名前つけようか。はい、人間嫌いの花子にしました。もう1人は、あれ、お前何もできないのかよちょっと待って。あ、外交官、他人の喧嘩をすぐに仲直りさせることができる。そして疲れ知らず、普通の人の半分の睡眠でいい。なるほどね。はい、疲れ知らずの太郎にしました。さあ、また家を作るところからだけどね、頑張って修復していきましょう。今回はどんなことやっていけばいいか分かってるから、結構効率よく進むはずなんだよな。あ、近くに牛がいるぞ。これ牛を飼うことができれば結構食料とか安定するかもしれんな。はい、というわけでとりあえずね、家できました。今度こそ最高の街を作るんだ。お、新しい相棒来たぞ。何ができるんだお前。お、剣客、好きな食べ物フルーツサラダ。剣客か、じゃあなんか剣のんな名前にしとくか。剣客早いたかしにしましたこうして見るとひどいな。人間嫌いの花子と剣客早いたかしが3人しかいない村にいる。で、今回は早めにこの採掘用のハンマーとかツルハシを用意したいね。前回も一生キックで集めてたからな。あれは非常に効率が良くなかった。2人とも寝てんのにすごいな。疲れ知らずの太郎ほとんど寝ないいいぞ、その調子で働き続けてくれ。あ、なんか家の中に牛入ってきちゃったんだけど、もう殺して食べちゃおうかなでも絶滅されても困るからな、繁殖し続けてほしい。はい、というわけであれからしばらくの時間が経過しました。畑もできたし、全員ねツルハシとか斧を装備しています。前回やり方わかんなかった分結構良くなりました。あとね、商人が2回ぐらい来たんですが、襲いませんでしたまた滅ぼされてしまうんでね。で、割とね前回ぐらいのところまで来たんで、ここからまたね頑張っていきましょう。花子がなんかね、傑作を思いついたって言って傑作を作ってくれているらしい。で、布を今作ってるんだけど、仕立て作業台っていうのをね作れるんですよね。ただこの服を着るにはスキルがないと着れないみたいなんだよね。職人も職人の服を着るにはこの職人の達人服っていうスキルがないといけない。着ちゃえばいいのにスキルがないと、いや俺はまだまだだから服を着るなんておこがましいですよみたいのがあるみたいで、ほんと意味が分かんない。とにかく着ちゃえよ。で、花子はですね、あれから何日も経ってるのに未だにずっと何かを作ってます。人間嫌いだからテーブルに向かってたいのか。お、喧嘩っ早いたかし、農業レベルが上がったって言ってるな。これでもしや農業の服着れる ?2 ポイントないと無理だって。あ、でも1ポイントあれば焚き火で調理することができるらしい。焚き火ってあるのか。これだ、焚き火。はい、焚き火ができました。あ、焼きリンゴとか焼きじゃがとか焼きトマトとかあるんだって。あ、調理技術がないから料理できない。そうか。誰も料理できない。他に置けそうなものないのかな?テーブルあった方がいいな。家の真ん中にテーブル置いて、ここでご飯食べるようにしよう。いいね、次テーブルができました。ちょっと家っぽくなったな、これで。さあ、そしてもうすぐこの花子が作っていた謎の傑作が完成する。なんだろう、本当に何ができるか気になるな。お、傑作の完成。人間嫌いの花子は傑作を完成させました。作成された傑作工具箱、どういうこと。あ、これ、あ、これすごい、近くにいるコロニストは作業速度が速くなる。だって研究は速くなるのかも。じゃあこれちょっとテーブルの邪魔だけど、すごいものを手に入れてしまいました。で、どうやらね、この村人を増やす方法なんですけど、こいつらが幸せ感を感じてたら移民が新しくやってきやすいらしいんですよね。なんでもっと彼らの願いを叶えていきましょう。タンスが自分の家にあると幸福度が上がるってあるんで、ちょっとタンス立ててみようか。もうスペースがないんだよな、家が狭いんだよ。お、願いが叶えられました。いいですね。ちなみに花子は植木鉢を自分の部屋に置いてほしい花を愛する女の子だった、人間嫌いのくせに。喧嘩っ早いたかしは、お前は何が欲しいんだ。こいつは椅子に座りたい座れよ
座りなよ。そこは普通に。じゃあ植木鉢を置いてやるか。あ、この狭い家に置くのかよ。お、願いが叶えられました。いいね。クオリティオブライフ上がってきたな。未だに生のトマトとか拾ったままのリンゴとか食べてるけど誰も料理ができねえからな。しょうがない。ちょっとタカシに料理を覚えさせてみよう。焚き火で調理ができるようになりました。あ、焼きトマト作ってる。すごい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 。いいですね。なんか太郎の欲求に花子と友達になりたいっていうのあるんで、ひたすらハグさせてみよう強引にこれで果たして友達になれるのかわかんないんだけど、ハグ連打。なんか喜んでるから本当に仲良くなってるの。あ、ちょっと喧嘩してんだけど大丈夫。さあ焼きトマト食べてるか。住環境は改善されました。あ、料理食べたからだ。そうか、やっぱ料理の方が嬉しいんだ。おい、2杯目食べてるんだけどどんだけお腹空いてんだよ温かい料理久しぶりだからうまかったんだろうな。お、久々に新しいコロニスト来たぞ。さあ次は一体どんな能力を持ってるんだ。楽観主義者、疲れ知らず。あ、また睡眠時間半分でいいやつだ。これ最強だぞこいつ。カルロ寝るとこねえ。寝るとこねえからとりあえず寝ずに働いてみようかそろそろベッドとか必要になってくるな。あ、でもベッド置く場所がない。よし、個室を作ります。どっかこの奥になんか部屋がある感じがいいかもね。あんまりでかくするとこいつら贅沢を覚えてしまうからな別に構わないんだけど、もう一気に家が3倍のサイズになる。ちょっとやりすぎたかっていう感じするんだけど、こういうゲームは集落がどんどんでかくならないと楽しくないもんな。ちなみにこいつは一生研究させられてます。疲れ知らずの太郎は完全に引きこもってる。さあ家できてきたぞ。ちなみにめちゃくちゃ狭いですめちゃくちゃ狭いんだけどもうなんか個室っていうか監獄みたいな感じだけど。あ、商人来たぞ。こんにちは、なんか売ってください。もう絶対争わないようにしないとな。あ、石のつるはし欲しいな。豚も売ってる。いろいろ欲しいものあるけど、つか高すぎない？高すぎるだろうちのワクチンは50円で買い取るよって言いながら、向こうはワクチンを87円で売ってこようとしている。おかしいだろそう、ここで価格差があるのはおかしいだろなんかさ、これさちょっといいこと思いついてしまいました。会話をするってしたらなんか寄ってくるんだよね、こうやってね。で、寄ってきたらさ、そしてよっしゃ閉じ込めたぞ。攻撃したら襲われるけど、これで少し復讐できた気がする。あ、なんか来た。海賊船長ティーロ。よう兄弟、俺たちはちょっと厄介なことがあって今大変なんだ。お前に預かってほしいものがあるんだ。え、商人のこと？あ、コインを保管してくれだって。コインを保管って多分この金庫っていうのが必要なんだけど、鉄鉱石ないんだよな俺たち。これか、石器作業台。これがあればいけんのかな。なんか右上に商人は去っていきましたって出てるんですよ。でも商人閉じ込めたから帰れない帰れないめっちゃ起きたり寝たり繰り返してる。これ取引できるのかな。あ、でき、取引できるんだけど、本当は商人いないはずなのに。もう、じゃあこれもうさ、ここに商人買い続ければいつでも取引できるかもよし、絶対出られないように石壁で封印するか。あー、出られてしまった。しまったしまった、行かないでくれあー、やっちまった。そうか、壁の立て直しの時に一回壁が壊れちゃうんだこのゲーム。はい、全員ベッド手に入れました。あ、ベッドで寝てる。あ、悪夢を見てマイナス5とか雰囲気悪くしてるやついる。そうだ、あ、作れるようになってる石のツール。まずは石のツルハシの方ができました。これで鉄鉱石掘れるようになるのかもな。あ、鉄鉱石を採掘するスキルがないとダメなんだって。あ、これだ、鉄鉱石を採掘。嘘だろ、そんなんあんのじゃあ石をめちゃくちゃ掘って上手くならないといけないってこと。はい、ひたすら石を掘る生活が始まりました雪の中で石をたくさん掘ったらスキルがついて鉄を掘れるようになるとは思わないんだけど、腕力がついてだろどっちかというと。お、久々に商人来たぞ。さあもう一回だいつでも買い物できるシステム今から作ります。さ
さいやれ何も疑問に思ってないいいぞ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 、 いいぞはいできましたなんだよこの石の塔この石の塔に話しかければなぜか取引ができる今何を思ってんだろうな目の前壁なんだけど地獄しかないもん絶対逃げられないように封印しとくか曲がり間違って逃げられることがないようにさらに封印しておきますはいできました何なんだろうな墓かな墓なのかなさあ本棚っていうのを作れるようになったここに空きスペースできたから本棚ちょっと置いてみようか本棚があると本棚で本を読んでなんか勉強することができるらしいんだよねあこれだ採掘を学ぶなるほどな石掘らないでもこれでスキルを上げることができるんだね本読んであれあれちょっと待って消えたぞ今待っていなくなった商人消えたんだけどえ死んだ死んだわけじゃないよなせっかくいつでも商売できると思ったのにうわなんか物よこせって言ってきたわいいだろお前らにもいずれ復讐してやるからなはいというわけでね集落再び作り前より少しだけ大きくなりました個室でベッドもありますそしてね、まあ、いつでも商売できるオンライン取引できるみたいなこうできた気がしたんですが、商人はいなくなってしまいました残念次回はねさらにこの集落をでかくし僕にねあの物をよこせって言ってきてるゴブリンどもと戦おうと思いますというわけで今回ここまでご視聴ありがとうございましたよければ高評価チャンネル登録 Twitter のフォローよろしくお願いします。